安田先生は伸ばす方だったんですね。うん、そういう意味では先生はどっちかというと安田先生の直系みたいな。うん、それとあとは源石田先輩がバチッと当てる、うん、源先生と石破先生っていうのは同じ50でしかも日大の会社に来られてますけど、そう先輩やっぱり技自体はかなり違いはあられますか。うん、ある。源先輩は型としては割とあまり綺麗ではない。石橋先輩は背がでかいし、もうこうなんかこう顔もいいから型をやるとものすごく綺麗で映えるんだ。その違いはあった、ね、どっちかというとその源先生の方が実践タイプというか、そうなんですね。実際に戦ったとしてはどうだったんですか。いや戦うの見たことないけども、五分五分じゃないのかな。やっぱり日大でだから多分組手としては相当一橋先輩も源先輩もしっかり指導を受けてるからしっかりしてて、そういうと思うよ。ただ先生は、まあ、お二人と組手して、うん、まあ、晩年にはもう勝てるっていうか、そういう状況にはなったんですね、うんうんうん、だから石橋先輩のは遠くある程度距離感があっても攻撃をしてくる。源先輩は遠くからでは攻撃できなくて近くになって、まあ、やると。じゃあ石橋先生はどっちかというと安田先生みたいな感じなんですか。そうだね、うんうん、ただそれほど威力がないというか安田先生ほどの威力がない。まあ威力があるんだろうけど最後のその威力があるやつをこちらにぶつけてこない、うん、多分そういうところだろうと思うよ。実際に教えてる生徒を伸ばそうと思ったら伸ばせると思う。早いしね、うん、やっぱり石橋先輩なんかの側頭なんかを受けるとやっぱり体が浮くもんね。安田先生ではなく石橋先生の側頭もう浮く側頭は安田先輩の場合は前速度、こんな要するにこう構えててこの状況から前速度を出すでしょ。それで俺なんか弾かれちゃうもんね。もう威力が全然、まあ前蹴りでの速の威力はやっぱり安田先輩が群を抜いてね。で石橋先輩や源先輩の場合は前の足よりもこちらの足、うん、こちらでのは威力はある、うん、それっていうのは50秒だと大体猫足っていうか、うん、あれですよね、うんうん、だから一応踏み込んでこの状態でボケるってことですか、うん、腰をね残したまんま。じゃあ先生がやられる蹴り方ですか、うん、この状態でこの状態で、うん、そうしないとうまい具合に破壊力が出過ぎ、重心が出過ぎてもダメだし、短くてもダメだし、だからその格好でやるとちょうどうまい具合に中心のパワーが当たるんで、だからあまり腰を出すっていうのもその間合いによっては考えます。先生が我々の蹴られた右の奥足の前蹴りっていうのは50秒スタイルなんですか、それとも安田先生しかなんでしょうね。自分ではね、自分の技だと思ってる、うん、その構えた状況で蹴るっていうのかな。だから50流はもうまず手から足からも接近戦だから、自分の記憶では威力的には弱いと思ってる、うん、多少のパン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 って当てるぐらいの衝撃であって、一撃で伸ばしちゃうっていうのはやっぱり安田先輩の攻撃力。安田先生はまあ遠間から飛び込んでくるんでしょうけども、うん、接近戦でも強かったですね。うん、接近戦、うん、高校時代は50でやってたっていうから、うん、だから、うん、やっぱりいろんな技を流派をやってるとやっぱ
ぱりすごいよね。だから僕は安田先輩のおかげもあるし、源本先輩のおかげもあるよね、強くなったっていうのはね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ結構始めます。